自分の空気を変えながらどんどん変えていったから、雑誌だったら10ページぐらい取れてるってこと。こんにちは、写真家の立花田龍馬です。今回は可愛いイメージのポートレートを撮りたいと思います。今回もモデルのマキちゃんに来てもらいました。カモーン何それ可愛いねモデルのマキちゃんです。よろしくお願いします。イエーイ、よろしく。今日は可愛いイメージで撮りたいと思います。まずイメージ決めます、可愛いもいろんな可愛いがあるので、どんな可愛いかっていうのを明確に細かく決めていきます、じゃあちょっと今回は可愛い感じで、そっからどういう可愛い感じかって言ったら、初恋の人と初デート、もう好きで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 たまんなかった人と付き合えて初めてのデート、やばいね。ちょっと嬉し恥ずかし可愛い感じでやっていきます、で前回の動画で言った通り、ゴール決めて設定して撮っていきます、嬉し恥ずかし可愛い感じなので、初デート、大好きな人と初デートで、でデートどこ行きたい、逆にどこ行ったでもいいよ、どこ行った過去で初デートの時にここすっごい良かったでもいいし、映画館とかで、映画館、映画行ったの映画行きます、すいません映画、高校生、中学生、ほら今イメージ中学生でデートしてたの、してました、両も両、はい、手つないだ多分、まあいいや、ちょっとすいませんじゃあこれから何の映画、緊張してたら覚えてない、うわーかわいいそういうの欲しいの、そういうの欲しいで、今質問したのはなんでかって言ったら、具体的に質問していくとどん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 入り込んだでしょ。ただ初デートっていうとざっくりしてるから、どこに行ったのとか、そうやって深掘りしていくと、もう完全に初恋の人の表情とか雰囲気とか、もうめっちゃリアルに想像できてるでしょ。やばい、キュンキュンしてきた、ほらね、だから具体的にするといい。例えばね、餃子食べたいって言ったら、餃子ざっくりしてるけど、どこの餃子が美味しかったっていうと、例えば王将の餃子って言った時にもう餃子の味がしてくるってこと。だから具体的にすればするほどイメージを膨らませることができるので、今具体的な質問をしました、ね、OK、 じゃあデートでちょっと椅子に座ろうかな。で今回のイメージは可愛いだから逆光を使います。ふんわりするからね、でここに設定していきます。じゃあ公園で、で嬉しくて嬉しくて早く着いて待ってる感じで、まだかなまだかなって感じでドキドキしながら、初デートだからね、でこれを初デートなのか3年付き合ってデートなのか全然感情が違うでしょ。だから細かく設定した方がいいね、で初デートですっごい楽しみなんだけど、ちょっとと緊張するし、ドキドキするし、ちょっと恥ずかしいしって感じ、いいよ。じゃあ自分でこう初デートでこうベンチで待ってる時にどんな感じで待ってるか、あーそんな感じね、ほら何にも言ってないけどそうなるでしょ。これもうね完全に妄想に入ってるね、OK、 じゃあいいよ、じゃあ明るさちょっと設定するから楽にしてね、ちょっと明るめにで初々しい感じね、コントラストを弱くして、で色はまあナチュラルな感じかな、でちょっと透明感出したいかな、ブルー、で女性の肌を綺麗に出したい時はブルーとマゼンタ、これが透明感が出る設定だけど、自分のイメージで別に透明感を重視しないんであれば全然関係ない、ちょっと味を出したかったらグリーンを足すとちょっと味がある感じになるから、それは自分のイメージでどうするかっていうのを決めればいい、OK、 じゃあちょっと待ってな、明るさ見るね、いいね、 OK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 、 よし、これで明るさ設定 OK、 色も OK で、こういうねふわっとした感じね、OK、 行こう、よし行くよ、じゃあもうガッチガチ緊張してだけどワックワクして、そう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 、いい、それちょっと目線外してみて、さ来ないかな、早く来ないかな、だけど来たら困る、緊張する、恥ずかしい、さあ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 、いいね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 、いいよー、そのままいいよ、下にいいよー、ドキドキしてる感じ、そう、オッケー、いいね、で前から足音がした、あれこっち見て、で違う人だったの、ああ
そう、下見て、ああ来ないかな、すっごいドキドキする。で、前から歩いてきて、彼だったら嬉しいだけど恥ずかしい。いい、それ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 、オッケー。この感じ、これめっちゃ出てるね。ちょっと恥ずかしい感じ出てるでしょ。あ、これもいい。ほら、目線外してあれっていう感じ。もう一回行こう、うん、すごいいいよ、うん、いやー、うー、来ないかな。で、なかなかこっち見れない、恥ずかしいから。ちょっとうつむき加減で、そう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 、いいねー、オッケー。で、向こうから足音がした。そう、あ、彼だ、大好きなダーリー、あ、来た、嬉しい、手振って、いやこっか、ほら、この緊張した感じすごいね。あれ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 もう一回、そういいよ。で、来るかな、来るかな、来るかな。ちょっと緊張した感じ、下向いて、そうそうそう、なかなか正面見れないので、ゆっくり足音が聞こえて、そう、あれ来たかな、彼だ、大好きなダーリン、手振ってバイバー、バイバーじゃないよバイバーじゃない、ごめんごめん、バイバーじゃない、うん、うわー、いいねー。じゃあ、待ち合わせして彼が来て、じゃあ一緒に映画館に、じゃあ映画館行こうね、オッケー。で、もう横に彼がいるのね。で、もう初め緊張したんだけど、もうやっぱり大好きって感じで、ここだって。で、ここに横に彼がいて、で、手つながるんだっけ、タブオッケー、いいよ、手つないでいい、今日も手つないで、うん、オッケー、はい、手つないで、どっちがいい、手と腕、手が、手がいいんだ最初はね、オッケー、じゃあ手つないで、もう超嬉しい感じね、うん、いいよ、で、手つないで、そう、もうめっちゃハッピーな感じ、うん、そう、めっちゃハッピーな、こっち見て、あ、イエーイ、嬉しい、いいよ、もうね、もう幸せって感じね、いいよ、じゃあ幸せって感じで振り向くよ、こっち見て、幸せ、おー、もう超幸せをかみしめながら空を見て、あー生きててよかった、私幸せっていう感じで撮るね。で、ここら辺がいいな、横顔見したいから、そうでね、あー幸せって感じ、空を見てね、そう、いいよ、じゃあ幸せ、さあ、こっち振り向いて、さあ、おー、ナイス、綺麗、もうそのまんま出てるでしょ。で、幸せってなると目尻が下がる、これね、普通に楽しいっていう笑顔と幸せって笑顔は全然違う、だからちゃんと感情になると、ほら、入り込むと、これが幸せ顔ね、うん、面白いでしょ、面白い、うん、すごい表情、ほらね。そしたらね、外でこれから公園に行こうと思ってたんだけど、すっごい雨が降ってきて、映画館出た時に雨で、あー公園行きたかったな、そうそうそう、力抜いていいよ、そう、あーいい、そう、あーせっかくの初デートだ、そうそうそう、いいね、いい感情出てる、こっち見て、そう、首力抜いてね、そう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 、素敵、いい、もっと寂しい感じでいいよ、そう、目線向こう行ってみて、そうそうそう、その感じ、もっともっと悲しい感じ、こっち見て、そう、おーめっちゃいい、そう、おー、すごい、見て、目がちゃんとうるうるしてるのが出るでしょ。だから今感情をちゃんと入り込んで出したから、このうるっとした表情になる、うん、今のもうほら、ここら辺もいいね、もう一瞬でこれ持っていける、もう一回行こう、これここら辺に、そうそう、下見て、なんで雨降るんだ、そう、切ない感じでこっち見て、あー、いい、もう一回目線下げて、こっち見て、いいね、もう一回目線下げて、ここら辺見てて、で、あーって感じ、寂しい感じで見ててね、そう、めっちゃいい、こっち見て、おお、全然表情違うでしょ、もう感情が全部出るの、この目のとことか見て、うん、そう、
すっごいうるってしてるでしょ、うん、もう感情が全部出るから、だから自分が取られる時はもう感情を出せばその通りに映るね。で、OK、じゃあそのままね、じゃあカーテンの方ここら辺見ようか。で、雨が急に止んで、嬉しいって感じ。そうそうそう。で、すっごい太陽が出てきて、ありがとうって感じ。イエーイ、嬉しい、こっち見て、イエーイ、わーいい表情。ほら、嬉しそう嬉しそう。もう一回もう一回もう一回、いいね今の。はい、いくよ。で、あーと思ってたのに急に太陽が出てきて、急に太陽が出てきて、そう嬉しい、イエー、こっち見て、私幸せ、最高、ハッピーほら超かわいいハッピーだってさっきさ、こんな落ち込んでたんだよ、ほらこの世の終わりみたいな感じから一気に持っていけるんだよ、ほら見て、少女か、本当だ、少女みたいでしょ。だからね、感情が全部出るの、このね、めっちゃ嬉しい、うわ、このこれこれ最高。ちょっとさ、部屋に行こう、部屋、メンズが大好きなカーテン使いを、はい、メンズこれ大好きだからね、うん、かくれんぼね、彼の部屋に来て、で彼が買い物に行ってくれて帰ってくるっていう設定で、でカーテンに隠れてバレないようにこれ定番だからね、あのメンズ大好きだから、この設定ね。 OK、 じゃあ隠れてて、で彼が帰ってきた、でね、バレないと思ってたんだけどバレちゃって、マッキーそこいるの分かってるよって言われて、ちょっと照れくさそうに覗いて、うわー、おもう一度顔出そう、いいよ今のね、照れくさくて全部顔出さなかった感じもめっちゃよかった。今度ね、もうあーバレたって言って、いってみて、いくよ、もうなんて分かったのって感じね、いいよ、顔出して、そう、もうプーンってして、もう、せっかく隠れたのに、プン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 、お、いい、その感じほら見て、感情は全部映るでしょ、ほら、普通に笑ってる感じじゃないの分かるじゃん、ちょっと照れくさそうにしてるでしょ、それも全部出るんだよ、これね、恥ずかしくて顔出せなかった、その感情も全部映ってる、やばいね、最高今撮ってたんだけど、これね、もう自分がその彼氏になったつもりで、で同じ空気感で撮ってるから、どん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 違う表情を引き出せる。であれを真面目に、はい撮ります、はいこっち見てください、はい321とかやったら絶対撮れないと。もう彼氏になったつもりでめっちゃワクワク、自分が一番してるし自分が一番楽しいし、そうすると被写体は勝手にその空気についてくるから、だから今めっちゃハッピーなのも撮ったり、すごいドキドキしてる感じも撮れたし、で、あーっていう顔も撮れたし、で、晴れて嬉しいっていうのも撮れたし、これね、たった今の短い時間でものすごい表情枚数を撮れてて、だからこれを全部同じ感じにしたら1枚しか撮れないでしょ。それを今みたいに自分の空気を変えながらどん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 変えていったから、だからもう雑誌だったらもう今の10ページぐらい撮れてるってことね。そういう風にやっていけば本当に短い時間でたくさん撮れるから、うん、それは自分が感情を変えることで相手の感情は変わるから、だから自分がどんどん感情を変えたら相手の感情は変わるので、だから同じ表情なんか1枚もないからね。そういう感じでやるとポートレートはいい写真が撮れるし楽しいし、でモデルも喜ぶし自分も嬉しいし、もう最高です。うん、まきちゃんどうだった？楽しかったえデートした感じがした、デートした感じ、本当に思い出しました、思い出したドキドキしちゃった、ドキドキしちゃったありがとうございますだからね、ポートレートはね、自分一人が楽しいだけじゃなくて相手も楽しくていい写真になったら両方とも嬉しいでしょ。だからね、恥ずかしがっても誰も得しないから、
例えばロケでやってる時は周りの人ドン引きしてるけどね、だけど関係ない、いい写真が撮れる方が嬉しいからね。そこで周りの目を気にして、あーなんかこんなことやってたらバカだな、なんかテンション高くてなんか変だなとか思われると思ってやんなかったらいい写真にはなんないよ。だからいい写真撮りたかったらなりきるしかもうないからね。でカメラマンがテンション高いとモデルは笑ったりしても恥ずかしくないでしょ、こっちに目が行くからね。だからモデルを助けてあげるためにもカメラマンがテンション上げてあげないとモデルは恥ずかしくなるねっていう感じでポートレートやってみてください。じゃあマキちゃん、はい、最後にみんな楽しんでください。じゃあねバイバイ。こんにちは、写真家の立花田龍馬です。あら、マキちゃんよ。一緒に。いや、めっちゃ心地よかったんだけど。楽しい。